今回は女流名人戦の第2局を見ていきたいと思います。黒番が上野女流立ち合い杯、序盤が藤沢女流名人ですね。上野さん、この向かい鼓目から二間に締まる布石、最近よく打ってますね。やはり最近はもう序盤っていうのはもう研究勝負になってきてますね。 昔、昔の語は、まあ昔って言っても昭和の時の話ですけど、まあ序盤はなんか行って行って、ゆっくりね考えて打ってた、打ってたんですけども、もう現代は、もう序盤はもう研究、事前に研究できますので、事前に研究して、できるだけ終盤に時間を残すっていうふうに考える人が、 多いですね。で、ここも切ってきましたね。切りから下がりましたね。で、ここに打ちましたね。これ研究済みの一手かなと思いますね。これは、ここで手を抜くんですね。なんか、これも AI の影響なのかなと思うんですけども。なんか、ここの、せっかく切ったので、 普通の人間の感覚で言えば、なんか、切った以上、手の流れからすると逃げて戦っていくのが普通だと思うんですけども、まあこれで、黒が戦えないはずはないと思う,思うんですけども、自分から切っていった場所なので、戦えるんですけども、手を抜きましたね。まあここら辺に黒の援軍が来れば、 まあ、それから逃げ出しとか狙っていこうということですかね。まあ、白もすぐには取ってこないだろうということで。で、ここに打ちましたね。これはここの桂馬に打つ手が効いてるので、見た目以上に強いですので、こういうふうにこういうところを白が反撃してきたら調子でこういうふうに、プロもやっていくということですね。 ここで、コスミで、しっかりとね、受けましたね。で、ここに打ちました。で、これは、反撃した手ですね。隅の字を取ろうと思えば、コスミ付けぐらいからね、打てば、隅の字は取れるんですけども、こういう風うに打てば。 これ普通の手ですね。隅の字を取る打ち方なんですけども、ここは戦う手を選択しましたね。で、こちらに打って、部分的には黒が不満ない形ですね。隅白字だった場所が黒字になって、しかも相当かなり大きい黒字ですので、部分的には黒が不満ないかなと思いますね。 珍しく黒が 4, 4隅する展開になりましたね。白定時は黒がはっきり多い展開ですね。ここの黒まだ完全に取られてるわけではなくて動き出し狙えますんで。でここかなり踏み込んでいった手ですね。これ状況としては黒が今かなり字を稼いでる展開で、左辺は裾が両方裾空いてるんですよね。 一右側と左側両方裾まいてて、そんなに大きな地にはならない。というところで、かなり深く踏み込んでいきましたね。で、白が受けたので、そちらによって、ここ黒が少しポイント取ったかなと思いますね。ここが結構お互いの急所ね、こういう攻め方であれば、ここら辺に黒援軍来たので、逃げ出しが狙える。 狙いますんで、この逃げ出しに黒が手を戻すことができたので、黒が、ここはポイント取ったと言っていいのかなと思いますね。なんか、ちょっと絶芸の図とか見ていきますか。あの、ここ打ちたかったんですよね。絶芸が示してた場所ですね。ここがお互いの急所で、ここ打ちたい場所でしたね。黒が、 助け出したら、覗きを決めて、こういう図を示してますけど、すごい難しい図を示してますけど、周り白石たくさんある場所なので、戦えたかなと思いますね。覗きがいい手で、次であれば、全体の白を攻めて、かなり、白石が重くなりますよね。 だからちょっと黒がね、これかなり踏み込み、踏み込みすぎなんですよね。このっていうのが。ここを打ってみたいとこでしたね。ここは黒の注文が通ったので、黒がセットポイントがかなと思いますね。評価値も黒が90%になりましたね。うん、その局面で90%。まだ、 わずか50手ですから、50手で90%ですから、まあ、黒打ちやすい展開にはなったかなと思いますね。で、この切りがね、強烈でしたね。ここ、どちらかといえばね、白が主導権取れるはずだった場所で、黒の方が強気ですよね。切りっていうのは強気な手なので、 黒石の方が強いですよっていう手ですのでここは黒がね切りまで打てるってことは強烈ですよね。でここに打ちましたね。この開きから桂馬に打った形でここに打ったんですけどもこれ中村女流棋聖との先日の対局でも現れた形ですので もうこの形はこう打つっていうのは、こう打つのがいいっていうのは、もう、結論がね、上野さんの中で出てるのかなと思いますね。もうこの形は固めて、プロが利かしという判断ですねで。白が隅入ってきましたね。 で、これで切りと2000、2000のね、切りと4000の切り見合いなので、繋がりましたね。で、黒としては隅白地な、白地になったんですが、こちらにつけて、ここの白取れてますよという風に、振り替わりでということですね。で、ここで取ったんですね。 ここで取ったっていうことは優勢意識してるかなと思いますね。まあ実際ここの局面は黒が少し打ちやすい展開だと思うんですけど、手厚い手ですよね。ちょっとここ逆転されたようですね。絶芸の感覚ではぬるいという感覚の、ちょっとぬるいという感覚のようですね。だからここら辺が、まあ、 上野さんがやっぱ序盤ですごい隅とかで得してて、でここの真ん中の、破片から真ん中の戦いも全て黒の注文通っちゃったんですよね。なので、実際打ってる立場としては黒が相当優勢いいんじゃないかというふうに感じてたのかなと思いますね。相当優勢意識したかなと思いますね。 黒としてはここまでの展開に全く不満がなくて、すべて黒の思い通りに進んでますので、そこら辺でね、やはりちょっとそういうことがあったのかな。優勢を意識するようなことになったのかなと思いますね。実際の形勢は、細かい形成のようですね。互角に近い形勢に、ちょっと黒が、ここもね、かなり、 手堅い優勢を意識した手で、黒がかなり固く打ってますので、実際は細かい形勢になってるのかなと思いますね。この取り方は、まあ、これ言ってしっかり取り切った手なんですけど、かなり固くって入れましたよね。相当黒が優勢意識してるかなと思いますね。まあ、ここに擦んだ手っていうのは、 まあもう、本当に寄せ、勝負で十分っていう、普通の寄せを打って、勝負手とか打たなくても寄せで打ち切れると見てるわけですね。あとはもう逃げ切りの体勢っていう感じなんですけども。ここで急にね、なんか先ほどまで黒が優勢意識してたんですけど、100球目ってこれは、 なんでしょうすごい最強の踏み込みでしたね。平成判断してみると、あれ結構細かいぞということにプロが気づきまして、これ普通に寄せてたらちょっと危ないなと思って、かなり深く最強に踏み込んだのかなと思いますね。ここら辺で心境の変化があったのかなとも思いますね。先ほどとはちょっともう打ち方が全然違いますので。そうなると、かなり 難しいことになりましたよね。で、この時にこの手、いい手でしたね。これが結果的に黒の踏み込みが、判断が正しくて成功しましたね。ここに抑えられても、出てこれで、これで黒が繋がってるんですね。繋がったということは、ここら辺の白を大きく、白地を大きく減らすことができましたので、ここで黒が、きりポイント取っかなと思いますね。 で、これ、ここで黒が無条件で繋がってまして、押さえたら切って、ここに切る手があって、白が捉えちゃうんですね。逃げ出そうと思っても、あてから当てで、これ全部捉えますね。だから、これが無条件で助かってるので、これ黒が大きな線がですね、 白字がだいぶ減りましたね。で、こうやって。ただ実際、まあ、ここで黒が、さっきの場所で、ギリ、ポイント取ったんですけど、実際の形勢結構細かいようですね。50%付近なので、ここら辺は半目勝負だかなと思いますね。 で、この手がどうやらね、そこの、その瞬間最後の、白最後のチャンスでだった、と思うんですが、どうやらこの手で、大きく評価値が、まあ、うん、まあ難しいとこなんですけど、どうやらこの手が配軸になったのかなと思いますね。この黒の放り込みの寄せがうますぎたんですね。 ここちょっと絶芸の図見ていきたいと思うんですが。ここね、出る手がね、最後のチャンスだったようですね。この寄せ決められちゃうんですが、まあちょっとここら辺ちょっと解説したいと思うんですが。これ、ここに打つ手が良かったようですね。絶芸ここに当てる手示してたんですが、まあ当てる手が、 大きいということなんですけど、まあ、ここに切る手があるんですね。で、これが先手になるんですね。どうしてかっていうと、切られると、この切った石取れそうなんですが、取れないんですね。これで両方出る手が見合いなので、こっち出てもこっちに出られちゃいますので、取れないんですね。取れないということは、まあ、切りが先手になるんですね。まあ、これが、 先手になって取りぐらいとかになるんですね。こういうとこ、切りが入ると、大きいんですね。ここが最後のチャンスだったのかなと思いますね。まあ、ここ、ろ最後のチャンスだったんですけど、チャンスを逃して、その次に打った、この寄せが決め手になりましたね。いい寄せでしたね。 これ何がいいかっていうと、一線の羽根が、この一線の羽根が先手で効いて、なおかつ、後に来るから、上からの羽一線の羽根が、一線の羽根がまず先手で効いて、下からの一線の羽根。こっちの羽根も先手で効くんですよね。これも4子取ることになりますから。両方、ね、先手で効かせるので、いい寄せでしたね。 で、ここ、ここもね、チャンスだったんですよね。先ほどの、ここ出た瞬間も、ここに真ん中出れば、まあ、まだ全然、勝負できたかなと思いますね。ここも受ける必要なかったんですよね。あの、別に真ん中行っちゃってよかったんですよね、ここに。これ別に、これから切る手とかはないですからね。 取れてますから。だから厳しい手はないんですよね。こういう手に手を抜いても。だから黒も本来は、ここ出てるような、まあ、ここ本来だったら先手で効かない場所なので、まあ、時間つなぎだったと思うんですけども、まあ、本来だったらここを打たない方がいいわけですよね。だここもチャンスは一応あったわけですけども、 受けたので、種を打って、ここに回ることができれば、これが決め手になったのかなと思いますね。ここに打って、黒が一番大きい場所に先に気づいたわけですね。ここに打てばもう切る手はなくなっているわけですからね。ここに跳ねて、こちらに打って、これで種石を取れちゃうわけですからね。なので、黒が一番大きいところに打って、 で、取りとなって、ここら辺で大きい寄せ打ちまして。まあ、ここら辺でね、まあ、こんな感じになりまして、もう評価値も97%超えたので、まあ、ここ,こ、その後黒が正しく打てば、黒勝ちという局面になったかなと思います。で、この対局はもうしばらく打たれまして、 229点まで打たれたところで白が投了して黒の中押し勝ちとなりました。最後ははっきり差が開いたので投了も仕方ないという判断だったかなと思います。上野さんが2連勝して女流名人ダッシュということになりました。おめでとうございます。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。